11プロの基板移植をしたと思います。これヒーティングの終わってるんで、大体こんな感じテープがついてるんで、この周りだけです。テープ多分ではどこだ、ね、どこだ。見た目これミーイレブンに近いです。ほぼミーイレブンですけども、中身はね、ほとんどこれなんか、ウルトラに近いらしいんですよ、なんかね。カメラ。あれ全然ダメだな。結構やってるんだけど。入るかな。入りましたね。多分これケーブルがですね、どこあるかな。特にないかな、これ。これは、あとこの辺りはね、あんまヘラ入れてやったら、このモデル壊れちゃうんですよ。あとは、こっちの、これですね、アンテナケーブルですね。これに気をつけないといけないですね。あと、こっち側は中に入ってるのほぼ大丈夫ですけど。これぐらいですかね。気をつけるところはおそらく。硬いですけど、一応入っていたのかな、やりますね。これはもうテープ、割れてるんでテープ残さなくていいと思うんですけど。これはグイグイ言ってますけど、これペラペラなんですね、グイグイ言ってますけども。こういうヘラとか厚みがあるやつ、あんまりグーグーやるところ割れちゃいますからね。ヒーティングしっかりしてれば割れないですけども、ヒーティングが甘いと、この力ずに耐えきれずに割れちゃいますからね。この厚めのヘラをぶち込むとですね。これだとまあ別にケーブルに当たっても多分ケーブル切れることないと思うんですけど、結構グイグイいっちゃいますけど、金属のヘラとかあったらグイグイいくと本当さっき言った厚さがあったら割れちゃうし、ヘラが強すぎると中のモジュール傷めちゃうんで、これ多分ヒーティング前提ですからね。たまによくあまりこう、スマホのナイフとかを、ガジェットをいじってる人でも、スマホのあんまりこう、中に内部の構造は知らない人だとですね、なんか、ヒーティングせずにガンガンやっちゃう人もたまにいるんでね、あ、絶対無理です、
その人勝手ですけど、感じですね。割とテープが、端だけなんで、撮りやすいですよね。普通その後カメラのこの辺りあったりするけど、それがない、あ、これ、あ、一箇所ここにありますね。二箇所だけ、あとこれ一遍修理してるのかな、もしかしてこれなんか微妙な、あれがついてます、接着剤ついてますけど。こんな感じですね。一緒かな、一緒ですね。では、開いたところで、ネジを外していきましょう。上だけでいいか。上だけでいいかな。あ、これあれですね。シャオミのシールが。あれなんで、分解力なさそうですね。待っても別にいいんですけど、別に。これは、こっち側が画面割れで、全然、操作受け付けない感じですもん。確かにバッテリーはこれ11と一緒だった気がするんですよね。確かですけど。寸法も確か一緒だったのかな、ほぼ。このフレームの寸法とか多分一緒、画面はほぼ確か一緒ですね、画面は。画面は全く11ウルトラと一緒で、多分フロントの寸法は全部一緒だった気がするんですけど、確か。フラッシュですね。フラッシュ。これ取れるかな。よくなんかネジあるかな。あそこきっちりはまってるんですよ、プラスチックが。なんでちょっと取れにくいです。多分これ取れると思うんですけど。あれ、なんか忘れてるか、ネジ1本ぐらい。ね、ネジが隠れたりするんですよ、なんかね、どっかに。あ、ちょっと硬いですね。テープが多分これ、ついてる分が、ちょっと硬いですかね。で、で、ネジが、どれ外すか。この辺かな。この一個。これも抜くか。あとはシグナルケーブルを。あ、これ写真撮らんと忘れちゃうな、これ。どっちが上下とかどっちが横とか見とかないと忘れちゃうんですよね。あれ、ちょっとあれだな。
ちは関係ない。こっちは取り回したくない。ケーブルのこれもどっちが上とか下とかあるんで。あ、でもここだけですけどね。どっちが上下っての。カメラをちゃんとしておきましょうか。これね、確かこれカメラね、裏側の方を確かですね、これコネクタがあるんで、上にカメラ撮れないんですよ、このまま。普通はこのコネクタの1個、2個コネクタがあるんですけども、このメインカメラのコネクタが裏側の方についてるんで、引き上げちゃうとね、基板も一緒に取れちゃうんですよ、これ。なんで、このまま引き抜く感じです。ちょっと確かこれね、そんでちょっとあれが強いんですよね。グリスっていうんですか、CPU の、あれがちょっと強めなんで、多分。ちょっとくっついてる感じかな。あれ？引っかかってるかなんか。あ、割れてすぐ取れました。ここにコネクターがこうついてるね、カメラの。普通はね、カメラだけポンと撮れたりするんですけど。こっちは。ネジがちゃってるな、これ。ネジが違っとるな、これ。これ、こうがいいのか。これは基板不良でも起動しないやつです。一応試しにですね、バッテリーを Mi11 ウルトラで充電してみて入れたんですけど、全然起動しませんでした。なんかね、本当かは知らないけど、前の消費者の方の話だと、初期化したタイミングでなんか、あれ違う端末か。あれ違うやつだわ。これは突然不動かな、よくわかんないけど。基盤不良ですね。あ、ネジも一個あった。多分これなんか修理したんですかね、多分これ。これで一回これ分解してるんで、ちょっとあれです。すごくかっちりはまってんすよ、これね。フレームが。あ、もう一回、もう一回ネジがあった。失礼。ついこれやっちゃうんだよ、これな。こんにちは。これね、これ今基板移植してるんですね、これね。これ Mi11 の Pro っていうやつですけどね、シャオミの。これは基板不良のやつと、あと画面が壊れてるやつを2個1にしてますよ、これ。あれ？俺ネジどこやったっけ、これ。あれ？ネジどこ行っちゃった。まあ、1回1個ぐらい。あれ？そのうち見つかんだろう。カメラ。
これついてるな、これな、あれが。これなんか後で付け足したですよね、どう見てもこれ。これ純正の方ですからね。あ、ネジは1個あった、これ。忘れてたっけ。ネジ私忘れた。これ汚ねえな、これ。ちょっとこれ、綺麗するか、ちょっとこれ。これひどいな、ちょっとこれな。多分これも修理業者が多分、やったんでしょうけど。わけがわかんねえ、こんな、変なグレース的なって感じですよね、なんかね。多分これパソコンだと思うんですけど。たまにいるんですよ、なんかね。スマホの保護熱をあれするために、ね、パソコンに塗る人がなんかよく。あんまり好きじゃない、あんま好きじゃないですね。この時は好きじゃない、なんか。汚いから、ほんと。見た目汚いから好きじゃない、こういうの。そもそも効果あるかどうか分かんないです、こんなのね。そもそもゲームとかやらないんで、別にそのなんか、そんなになんかね、熱持ってガーッとかあんまりないですよね、最近のやつって。昔のスマホって本当なんか熱持ち、普通に使ってるけど熱持ちだし、最近のやつはまあゲームとかしない限り多分そんなないと思うんですよね。最近電池持ちをすごく最近気にするからね、あれは。どちらかといえば、全体的な傾向として。と。むしろこっちかな。むしろ、このグリスちょっと抜いて取ろうかなって。無理か。取れないか、これ。直できないか、これ、ちょっと。難しいな。これ、取るのが取る減らないかな、これ。もうまいですね。こっちは取れなかったな。考えたこれカメラ、こっちは CPU か。カメラ慣れじゃないか。OK。問題ないか。上からか。これね、通信アンテナのあれがあるんで、上から貼ったりとか多分。下からどんなかまんない可能性があるんでしょう。抜けない。多分上からとかスムーズにいくと思うんです。Thank you.
使えない基盤ですね、残念ながら。一応これバッテリー今満タンになってるんで、もしかしたらこれで起動しないと思うんですけど、一応電源入れてみます。これで起動したらまた基盤入れなさきゃなんない。こっちの方がスペック高いんで、アスペクトがストレージとかそっちのあれですね、こっち8かな、820、こっち12ギガの方なんで。カメラ。カメラどこだったっけ？あれ。バッテリー交換したい方がこれだから、このままこうやってこれをこうピッピッってやって取る感じですね。今撮ってもいいですけど、どうせこれあと動作確認であれするんで、確かこれを B どっちだっけ、いつもわかんないんだよこれな。B をどっちだって、 A を引っ張るから B を開くんだよこれな。 B を中の方、中のやつをこうやって、手を引っ張る。こうやってやれば、こうやって取れるんだね。簡単ですよね。それで交換すればいいです。バッテリー交換したい方は。今日は交換しないですけど、今日は。一旦これで使ってみて、それで両方使って、どっちがいいか、いい方を使いました。おシグナルアンテナ今日がこれいつも苦労するんですよね、これ。書いてあった。で、この、じゃあ作ったら使えない方なんで、あんまり神経質じゃなくてもいいんですけど、雑でもいいんですけど。練習のつもりでこっちやってます。で、これが。で、あら。磁力が弱いな、ほんね、ちょっと。ブレスで、あ、また。
電源ボタン、一応電源ボタン押してみましょう。これ起動したらちょっと笑っちゃうんですよね。それは無理ですよね。でこれ一応バッテリーがバンバンこれもう 100% 近く充電してるんで。たまにね、この、これ裏はめないと、ここで、あ、これじゃないか、こういう、だからミドルのこのブランケットはめないと、これがそのなんか電源ボタンのですね、経路になってる場合があるんですけど、これはまあ、あと3つつけてるか、あれか、あるんで、一応最低限こう、色つけた方がいいです。色つかだから、この全く裸で前でやってもですね、たまに、あれの場合、一応ちょっと念のためですで。電源ボタン壊れてるとか、そういうか、あ、でもこれはでも電源あるか。それはないか。ってことないですね。OK。これはちょっと無駄な電気になりましたね。バッテリーに申し訳ないんで、ちょっとバッテリーのこの辺に抜いてきます、これ。この状態で保管しましょうと見た状態で、バッテリーにちょっと無駄なちょっとですね、あれを負担をかけるのは良くないんで、無駄と必要以上の負担をちょっと間違えた、これこれじゃねえよ、これこっちだわ、ネジ間違えた、ネジ仮止め程度です、こっちはもう。どうせ文鎮さんなんで、こっち側は。まあ、部品取るとかね、いろんな部品使えるんで、これはまだまだ。こっちはこれでも取っておきましょう、分離取りで。まあ画面と基板以外は全部これ使えるはずなんで、おそらく。本当出番があるかもしれない。
一発ハマった。珍しい。いつもこれ何するんですけど。こういったのを溝にはめていかないと、裏蓋閉まらなくなりますからね。ちゃんとこの、こう溝に入れていかないとダメです、これは。そうかな。あ、入りますね、これでもね。これ裏しな、あれしなくても。これバッテリー、あれ、これはこれ充電した方か。俺がもう、すでにこれ。いろいろ言いますけど、普通に入りました。普通に電源も。OK、バッチリですね。では、ネジをはめていって。ちょっとバッテリーの、検証したいので、これで使ってみて、で、もう一個の方のバッテリーも、ちょっとどれくらい、使えるか確認したいので、今ちょっと、データ的にちょっと仮組み立てぐらいの感じで、やろうと思います。あんまきっちり締めないぐらいで。軽めにちょっと締めるか。全体的に。これがこれいまいちわからない。で、これが右レモルとか、これでこれはあれでバッテリーのコネクタのあれですよとか見ないけど、OK。
ちょっとしばらくこれで動作確認してみましょう、後でまた。これは、これでよろしいと。